安平寺山は、長野県飯田市と大桑村にまたがる基礎山脈南部にある、狩猟線上の標高2363メートルの山。日本200名山に選定されている。山頂付近は、森林限界に達しない高さであり、新葉樹林と熊笹で覆われている。古志桃川、与田切川と飯田松川の源流の山である。 すりこ牧くし前園休憩車からすりこぎ山と白びそ山を経てアンページ山に至る。途中にアビラロ避難小屋がある。アンページ山とコスモ山との間の狩猟線の重層は登山道が背丈を越える熊笹に覆われており、見客者向きでビギナーには向かない。燃料岳からヨタギリのリコシを経て狩猟線の奥燃料岳に達するサブコースがあるが、あまり利用されていない。 神稲郡新島町及び松川町から、江干岳と池の平山を経て年上岳までの、両線コース及び高森町から本高森山と大島山を経て年上岳までの両線コースは、ある程度で整備されており、利用する登山者がある。松川からの松川入りのコースがあったが1969年8月に、鉄砲水による遭難があった後、入山禁止となり、廃道となった。 中央アルプスの友人の山小屋は完全予約制となっている。駒ヶ岳頂上3層にのみ、キャンプ指定地がある。昭州山から望むアンペ平ジ山周辺の山、木曽山無南部の主猟線上にある。木曽川、水系稲川の支流コスモ川及び、天竜川水系の飯田松川の源流の山で、それらの河川は伊勢湾と太平洋へ流れる。ありがとうございます。